高橋君、はい、地震の場所はどうかね。そうですね、兵庫県のこの辺でしょう。神戸、そこら辺に危ない地点があると計算ではあります。もし場所をそこから見ていたと考えた場合、一番危険なのは神戸だってことね。そうですね、うん、そういうことになります。これは受けた方々を一気に存在意識に到達させ、地上を飛躍的に進める神秘の力を持っています。実際このインテーションを受けてから瞑想に入られた方で、とにかく地上に光が見え続け、自己の高座世界が浄化されていくのが実感されたと語っていました。この現代科学の資料を集めて作られたシークレットインテーション、あなたも体験してみましょう。皆さんの悟りや下脱のために私と弟子たちがお手伝いできるとするならば、それは最高の喜びです。ガバリ、ショーコ、アサハラ。疑問を感じたことはありませんか？いや、ベアレン。天馬鹿とは、息を止めることです。ヨーガでは、心の安定、そして精神集中力は、クンバカに比例するとされています。水中におけるクンバカの長さを実証したものです。地上の一つのバロメーターとなるこの水中クンバカ大会、ただいま約3分が経過しようとしています。私は待ってない、この時、朝原選手は食料や医療品などの援助物資を積んだ4トントラックを率いて神戸へ向かい、弟子たちは自らの手で被災者たちに物資を手渡しました。今回の選挙の結果は8-3敗、まあ、だから私はあまりごちゃごちゃ言いたくないんですよ。これ見たら分かるでしょ、このバカらしいでしょ。こんなの午前9時45分、山梨県上久井式村所在、オウム教団施設第6殺し案内で、オウム真理教教祖朝原祥子こと松本静夫40歳を殺人罪及び殺人未遂罪で逮捕いたしました。それは正しくないものとは徹底的に戦う、正しくないものとは妥協しない。